はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんこのキリバンというカードはご存知でしょうか。これね、最近レガシーパックで、実装されましてですね、あ、呪われし黄金鏡にも入ってんだこれ。あ、ソロモードね。なるほど、ソロモードの報酬らしいんですけども、これこのカードね、なかなかおもろい性能してまして、今日はこれを活躍させるべきべく、デッキを組んできました。まず、発動条件結構大変で、カードの効果が10回以上発動したターンに8回発動できないです。これ永続トラップで、モンスター扱いで出てくるみたいなモンスターなんですけども、3000っていう攻守がレベル10のサイバース毒闇属性っていう、モンスターなんですけども、要はあれだね、なんかそのアポピスとかさ、あっち系と同じ永続トラップモンスターみたいな感じ。これただ条件がクソきついんですよ。10回以上発動したターンにこのカード発動っていう、はい、これめちゃくちゃむずくないですか。もちろん現代遊戯王なんで10回以上発動することはあると思うんですけど、一旦中にお互いこれ観察されるんで。ただやっぱ10回発動された後ってもう相手盤面出来上がってるし、こっちも盤面荒らされてることとか展開終わってることとか結構あると思うんですよね。で、この発動条件をね満たすことがまず、結構難しいっていう ところで、でただ出てくると強いんですよこれ。どういう効果かっていうと、一旦に一度、2番目の効果ね、一旦に一度このカードがモンスターゾーンに存在していて、相手がカードの効果発動したときに相手フィードのカードを全部っぱできると。だから1番の発動条件クソ重いんだけど、2番の効果結構強いっていう、出せたら強い典型的なトラップモンスターなんですね。でこれをですね、今日はね強引に、使っていきたいと思ってまして、ギミック紹介していきたいんですけども、勇者シンクロのギミック使ってまして、今回これね、なんでかっていうと、これね、キリバンっていうカードが、そのね、効果の無駄打ちができるデッキとすげえ相性がいいんですよ。どういうことかっていうと、要はカードの効果10回以上発動すればいいんで、効果無効になってても無限回発動できるカードってあるじゃないですか。今回の場合だと、例えば、効果が無効になっているフォーミュラーシンクロンとか、効果が無効になっているアクセルシンクロンスターダストドラゴンとか、こういう系の、なんかその、あ、これはリリースとかもいいか。これだな、メインは。フォーミュラーシンクロンは、相手のメインフェーズにこのカードを含む自分のフィールドのモンスターを素材としてシンクロ召喚するみたいな効果があるんですけど、この2番の効果って名称指定のターン1はないんですね。はい。で、こいつの効果を無効にすると、だから、無駄打ちができるんですよ。相手のメインフェーズに死ぬほどカードの効果が届きるんですね。要は、フォーミュラーシンクロンの効果無効、フォーミュラーシンクロンの効果無効、フォーミュラーシンクロンの効果無効って無限回やってると、これ10回効果使った段階で、キリバンの効果発動条件これ満たせます。言ってる意味わかりますかね。その要は無駄打ちをすることによって、このカードの効果の回数を稼ぎ、インチキ効果発動回数で、これを出していくっていうギミックですね。はい。で、展開は基本的には優勝シンクロのギミックを使って、これを盤面に出して、これを、コズミックフェーサーとかの効果で無効にして、これを置いとくみたいな感じで、展開を見ていただければな、わかると思うんで、早速ね、ちょっと動きご覧いただきましょう。これね、結構強いです、このモンスター。はい。出せればね、出せれば。デュエル。スタンバイ。なるほど。旅路発動するっきゃねえな、これな。旅路効果発動するがよろしいか?あ、通るな。トーリングだな。静電の水使いを捨てていくスタイルだな。これ一旦アラメッシュ発動できるか自分。いけるな。いけるぞ。これは来た。アラメッシアの儀、発動。ちょっとレベル3のチューナーがね、いるとね、先バロネス出してみたいな動きできるんですけど、ちょっと今回いませんので、強引にちょっと、動いていくしかないんですけども、ディアベルスターを爆弾させまして、ディアベルスターの効果で一応財宝狩りをセッティングしていく。だから相手何もなそうだろ、これね。うららとかも何もなそうだな、これ。じゃあ、普通にスネークアイでいいか。無敵スピードはする必要もねえな、多分これ。なんか相手なもんなさそう。ナメプで2ミルとか降ってきてやばいけどね。普通に。ちなみに、うららはね、この運命の旅路でケアするという動きをしてます、いつも。ジャンクスピーダーをチェーン1にして、でチェーン2を旅路にすることによって、スピーダーに
うらら打つのをマックスにケアしていくと。ニビルもなさそうですよね、これね。ナンボライトの D。じゃあ、さすがに勝ちか。これ、シンクロンのね、展開ね、マジで、通ったら勝ちなんでね、それが強いんですけどね。まあ、通すまでめっちゃ大変っていうのが、まあ、あるんだけども。はい。で、サラスシンクロンの効果発動。トレイルじゃねえや、イルミネート持ってきて、一旦スターダスト名称を出さないといけないんで、アクセルシンクロスターダストドラゴンを出していく。よいしょ。一応ここでニビルタが打たれても、アクセルシンクロスターダストドラゴンのなんかそのアクセル効果、アクセルシンクロ効果が一応発動すると、まあ何か一体残るみたいな感じなんですけど。で、トレイル特殊、マジなんもねえな、これ来たわ。タクチューラスゴー、シンクロ召喚、カモン、タクチューラスハイパーライブラリアン。で、一旦12進行。ここで赤き竜を爆弾させていく。うげえ。うげえ。で、さらに赤き竜の効果も発動。赤き竜の効果によって、デッキからシンクロワールドを手札に加え、さらに、ライブラリアンの効果によってワンドロー。あー、まあいいね。まあいいカードだ。で、シンクロワールドを発動。シンクロワールドはシンクロモンスターが、シンクロ召喚されるためにアクセル、シグナルカウンターを2個ずつ乗せていくっていこうか。で、シグナルカウンターを、まあ、取り除くと、なんか自分の墓地のチューナーモンスターを蘇生したり、シンクロモンスターを蘇生したり、いろんなことができるという効果があります。で、シューティングライザードラゴンの効果によって、デッキから、白雪ちゃんを墓地で叩き落とし、さらにライブラリーの効果によってカードを決めてろ。なるほど、いいね。で、財宝狩りの悪魔の効果。ちなみにここから無限にシンクロしてドローしていくというギミックで、強引にキリバンを、ドローしていきます。私はちなみにキリバン引けないとただのシンクロンデッキですまあ当たり前だけど。で、シューティングライザーをリリースし、スターダストシンクロンが特殊召喚され、そして、スターダストトレイルの効果によって自身が特殊召喚、そしてトレイルに、スターダストシンクロンをチューニング、シンクロ召喚。ここでもう一体のアクセルシンクロスターダストドラゴンを出し、そしてアクセルシンクロスターダストドラゴンの効果と、トレイルの効果と、さらにアクセル、ライブラリの効果がチェーンをして、自分の墓地からレベル2以下のチューナーモンスターを特殊召喚しながら、トークンが出てカードを1枚ドロー。いや引けねえ、やべえ、ちょっと待ってくれ、全然これキリバンが来ねえ頼むわ、ちょキリバン頼むわ。で、これフォーミュラーの効果でワンドロー、ライブラリの効果でワンドロー、さすがにそろそろ来い、頼む。マジでこのデッキ何デッキってなるから、本当にこのデッキ何デッキですかってなるから、あっ来ねえくそいや、このデッキ全然来いやっけ。まあ一応圧縮しとくから、まあこれアラメシアの儀持ってこれるマンでいいか。ちょマジで全然これびっくりするレベルで来ねえ。ね、一回パルネス出します。よっしゃ、これニビルケアだぜっつって、おっしゃ、これニビルケアあまりにも遅いニビルケアして、でカードちょっとドローしていく。あ、来た、あ来た、よかったこなすぎなんだよお前、マジでふざけんなよ。ディスパテル、まあ、1枚くればね、OK なんで、とりあえずは使えるんで大丈夫ですね。墓穴めっちゃくる。墓穴めっちゃくる。ですね。そうですね。まあ、ジェットシンクロンからいきますか。ジェットシンクロン効果。まあ、もう何でもいいんだけど、捨てて特殊して、で、先玉あるんで、まだ召喚剣使ってるんだろ、これ。召喚剣使ってない人草なんだけど、で、ブラック。あ、じゃあガーデンローズメイデン出して、はい、でワンドロー入れる。ライブラリアン強すぎだろ、こんなにドローしていいんですか僕ドローしすぎじゃないですか。で、ちょっと待ってくださいね。これでチューナー蘇生か、これでチューナー蘇生して12進行しなきゃいけないな。せやね。シングルワールドの効果、カウンターを7個取り除くと自分の墓地からチューナーを蘇生できますよみたいな効果あるんですけど、あ、こちなみにね、ターン1ないんですよ、これカウンターが乗せられれば乗せられるだけ、効果発動できるんでめっちゃ強いんですけども。で、これでこうしまして、
で、552で12シンクロ。絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばして、コスミッククエーサードラゴンをアクセルシンクロ、いやリミットオーバーアクセルシンクロなのこれは一応で、シンクロワールドの効果、自分の力さらにチューナーモンスターを特殊召喚、これでですね、フォーミュラーシンクロンの効果を使いまして、相手のターンにで切り板の効果を誘発していくという、これちなみにね今ねシュ、コスミッククエスタードラゴンの効果でフォーミュラーシンクロンの効果を無効にしました。なんで今フォーミュラーシンクロンの効果は完全に無効となってます。でいい、どうでもいい。でディスパッテル効果起動、コズミッククエッサーだな、コズミッククエッサー特殊召喚で、レボリューションシンクロンで一回なんかすげえ余ってんな俺、これめちゃくちゃ余ってんな、やべえ残り60秒しかない、ちょ死ぬほど余ってるわ、なんかあれがモンスターが、だからまだ墓地からモンスター余裕で蘇生できるぞ。でここでもう一回赤切り出して、はい、でセットセットセット、なるほど、まだまだ展開できて草なんだけど、まあ、今日はこんぐらいで勘弁しようにやるわ。っていうかそもそも切り板のね、切り板の場所がないっていう話がありますからね、これね、まあ、まあ開けとかないと。さあこれで赤き竜が、ドローフェーズに効果を起動してコズミックブレイザーを対象に取り、レベル12のシンクロモンスターをで、あー、いやーそれは聞いてないそれは聞いてないわ、それは聞いてない、さすがにそれは聞いてない、わー捨てすぎきちこれ何全部残されるこれ、待って、バロネスコズミックブレイザー、でもこれさ、ちょかった、ちょ効果発動すればいいんだろ、10回効果発動してやる、10回効果発動したら切り場出せんだ。まずディアベルスターを回収します。これ今1回目2回目3回目すげえ強引に10回に到達させようとしていきましょう。いやワンチャンあるよなこれマジで、フルトバランスの効果発動すればいいのよ、いいんじゃないこれ、効果起動、これ何回目だ今、何回目って言ったの今、忘れた、5回目くらい、アクセルシンクロスターダストドラゴン対象に取るか無効になります。無効になってても効果発動さえすればいいんで、効果発動しさえすればいいんで、コズミックブレイザーの効果発動するわ、はい、でこれも無効になってんだ実質な、これ無効になってるが、無効になっているが、でベイガマックスの効果も発動する、これをディスパテルで無効しますか、ディスパテルの効果で無効か、無効とか破壊か、破壊、スターダストシンクロ、時間くらい、スターダストシンクロの効果、そろそろ切り板使えろ、まだか、切り板そろそろ使えてくれ、頼む、OK で、竹トンボーグが持ってこれる、いやーまだ使えないまだ使えない、なれー、これで何回目だこれで、あ、いける、よし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 オッケー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 、金敵ぶち込まれたけどなんとかなってるぞ、金敵ぶち込まれたけどなんとかなってる、 なんとかなんか切り板は出した、来た、切り板くんはちなみに相手がカードの効果を発動したらね、相手のフィールド全部パスするっていう効果ありますからね、これは強いぞ、金敵でほぼ全てのモンスター効果無効化したんだけど、キリバンがなんとかしてくれてる、これは来てる、ダッシュとディナール、オッケー、でデストロイ了解、デストロイとかもういいや、どうでも墓なるし、そして強いし普通に、
でこれちなみにだからデストロイが破壊って言ったらキリバンであれですからね、全部破しますからね。で全部破した後にデストロイフェニックスが墓地行った時の効果は破壊なせればいいんで、これマジで金的撃たれても物量がすごすぎて全然いけるな。金的とかなんか冥王結界犯みたいなカード撃たれてもこれ多分なんとかなるぞ。このデッキ神デッキか。結構シンクロンってさ、だいたいさ、無限保養とか、あ、無限保養じゃない、名誉結界派とか金敵とか打たれると結構妨害なくなっちゃうんですけど、このデッキ墓地と手札に無限に妨害あるから、なんか普通のシンクロンより結構いけてないこれ。もしかして紙デッキを作ってしまった可能性ある。これね多分ね白雪だから使えばいいんですよ。やばい、ちょっと時間ない、時間ない、マジで時間がないぞ、ほんまに時間がほんまにないぞ。ちょっとやばい、急げ。で白雪が特殊召喚されて、でお前裏にするぞっていう、お前裏にするぞっていう効果起動する。はい、キリバン、キリバン効果、やばい、時間ない。で相手のフィールド全部パーよ。しよ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 し。でデスフェに効果起動するのをこう黙れって墓穴ぶち込む。よし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 。つえつえ、禁じられたひとしずくごときでは返せない盤面、あまりに強い。キリバン最強、キリバンが最強。よしよし、まあ、キリバンなくても勝ってそうだけどな、これ。さすがに物量やばすぎてキリバンなくても勝ってそうなんだけど。はいはいはい、ディナイアルガイどうぞ。もういいです、ディナイアルガイごときはもうどうでも。はいはい、よしよし、危ない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 、時間が残り4秒しかない、危ない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 、オッケー、ふぅ、非常に危なかったぜ。赤きれいの効果でコズミックブレイザー対象にとって、シューティングクエーサー出していく。進化の光シューティングクエーサードラゴン。さあ、あとは、適当にぶん殴ればいきますかね、さすがに。バロネスの効果起動して相手の後ろ破壊して武田ボールかで、ちょっと邪魔ですね、白雪くんどいてください。で特殊召喚して OK、 まあもういいや。でバトルフェイズ、うおー、天地創造劇ザ・クリエーションバースト対戦、ありがとうキリバン最強ございました。はいどうも、皆さん編集中のリュウです。ちょっと1戦目がですね、理想ムーブが見せれませんでしたので、ちょっとこの対戦すげえ長くて展開が長いので、早送りでどうやってキリバンを起動させるかっていう、話をちょっとしていこうかなというふうに思います。はい、要はねキリバンってね10回効果を発動してればいいんですよ、お互いの効果含めて。だからね、なんかね無効化されてるモンスターの効果めっちゃ連打するっていう動きがすげえ強くて、それをね基本的には狙っていくといいと思います。はい、だからまあなんかこのギミックではなくてもいいんだけど、なんか他のギミックがで無効になってるモンスターなんかめっちゃ連打できるみたいなね効果があれば別にいいんだけど。でここで一旦ジェットシンクロンと白雪で、スピーダー出して、でスピーダー効果って言うんですよね。で相手何言ったの、これエフェクトベアが打たれるんだな確か。あ違うか、なんだっけこれ、なんかチェアンだよな。はい、で54321出して、いつも通りですねこれは。はい、いつも通り、あと B セットだこれ確か。あそうだ思い出した、これはチェーン的にはこれ B セットあるなってなりましたね。はい、墓地に光闇が行った途端になんかチェーンしだしたんで、でスタラトシンクロンの効果を起動して、スターラスイルミネートいつも通り持ってきます。あこちらに先にバロネス出す展開はね73をした後に41できれば OK なんで、なんかディアベルサ絡んでると大体いきます。結構なディアベルサプラスなんかシンクロンキーいれば3レベル3とかの、でこれ、サロニールで、相手の白雪、相手じゃない自分の白雪除外されて出てきましたよと、まあ、これはしょうがないですね。はい、っていうか多分これ多分バロネスってとか出てきたら多分サロニエル無効にされて嫌だなと思ったんだろうね相手。
でこうなってくるともうこれチェーンなくなってて相手のあのフリーチェーンがなくなってるんで、あとはまあいつも通りの動きなんですよね。で赤き竜の効果とまあライブラリアンの効果でなんかめっちゃドローして、まあこっからはあとあの1戦目でやった動きと同じで、あの同じことすればいいんで、まあ、あとはひたすらになんかその真空召喚をつないでいって、ドローして切り板を強引に引き込むと、まあ強化効いてるんですけど、強引に引き込んでいくっていう動きをしていけばいいだけです。なんかちょっと若干展開ミスって赤き竜出しそびれてるんですけど、まあ、スターラストドラゴンが今回は出てまして、まあ、破壊耐性がありますね、フィールドのカードに。はい、だライトニングソードとかサンダーボルトみたいなカードはスターラストドラゴンで無効にできるみたいな感じです。でこっからなんですけど、ですね、フォーミュラーシンクロンの効果ってあのアクセルシンクロしますよみたいな効果あるんですけど、これね名称指定の対地がなくて効果無効になってるとなんかめっちゃ無駄打ちできるんですよ。これをですねクソ迷惑にも10回ぐらい発動します。これをですね10回ぐらい発動しますと何が起きるかっていうと、効果を10回発動したっていうその、まあ、結果が得られるんですね。はい、この事実があることによってこの切り板の特殊召喚する条件がこれ整うんですよ。でここで切り板出していくと、こうやって切り板を特殊召喚していくというデッキです。はい、で切り板はなんか相手がカード効果発動したら相手のフィールド上のカードを全部パスよっていう効果がね あるので、あとは相手が何かの効果発動してきたら全部パスしていけばいいだけという感じ、切り板で。はい、でちなみに今まだバロネスの無効効果使ってないし、リスパテルの効果も使ってないし、ブレイザーの効果も使ってないって感じなんで、まあ、妨害数は、まあ、切り板以外にもいっぱいあるんだけども、まあ、本当だったらねあのスターダストのところがコズミックブレイザーでこれ無効にするんだっけな、ちょっと覚えてね。なるほど。ディスパテルで無効にしようとしてる。ちなみにやばい、時間が待たない。このデッキ先行1ターン目でものすごい量の展開するんで、展開するだけですげえ時間持ってかれて残り結構60秒とか30秒ぐらいになってます。はい、割とね展開だけに時間かかるっていうね、まあ、ソウルリトネーターのあの効果はもう全部通して、まあ、切り板でぶっ放しに行きますかっていう話ですね、これね。はい、で切り板でうわーって言って相手のカード全部バーって言いながら、自分がセットカード状態で戻ると。はい、またちなみにフォーミュラーシンクロンの効果は相手のあのターンになれば使えますので、また同じことすればまた切り板がまた出てくるという無限切り板コンボですね、これ。まさに無限ループ。もうこれ多分相手はもうできないわ。まあ、ちょっと切り板のね出し方を、お伝えしたくて一応リプレイだけつけました。はい、まあ、ちなみにこんなことしなくても勝てますけどね。こんなことしなくても勝てます、正直。だってシンクロンギミックが強すぎて展開通ったら勝ちなんだもん。でもね切り板をね強引にね出すっていう動きがねやっぱねすげえ難しいのよね。そのカードの効果を10回発動するっていう状況を作んないといけなくて、それはねやっぱこういうね効果無効になってるようなもあのシンクロンチューナーみたいなのを用意するのが一番早いと僕は思ったので、今回これを採用しているっていう感じです。はい、うん、勇者ギミック引いてるのはまあ 悪くないな。なんかね勇者でまくっていくこともできるんで、高校だとね、まあ、先行だったらねあのグリフォンライダー立てて、まあ一応相手のなんか誘発打たせてみたいな動きもできるんで、まあ、結構ね、やっぱ勇者ギミックが入るデッキは普通にその動きができるんで強いですね。まあ、その代わり召喚した時の召喚したモンスターの効果発動できないっていうねデメリットはあるんだけど、エクスパラディンかな、これ遠征騎士だかイゾルデだかちょっとわかんねえけど、とりあえず何もないから50にどうぞしかできん。いやこれイゾルデイクナイトムーブやべえな、ロックスか。あ、これスケール揃えるやつだな、ちょっと きついかもしれん。これもしかしたらクソリッキーの可能性ある。イグナディキャリバー OK。 あーキスネミララか、いや紛れもねえクソリッキーだなこれ。あれですね、ベアトリーチェ、キュリオスコンボがこれ多分爆弾すると思います。このギミック強いよな。てかなんか最近 OCG だとデモンスミスっていうねなんかあの新しいカードが発表されて、召喚権使わずにランク6ができるというギミックがこれから出るんですよ、現代遊戯王で。
これね、ベアトリーチェとかね、あとね、悪魔族なんだけど、デモンスミスが。多分ね、あのね、エグゼクティブシーザーあたりちょっと怪しいね。若干、出張性能すげえ高くて、デモンスミス。ちょっとランク6、怪しいなってなってますね。今。はい、OCG 界隈ではね。で、リナルドからの、黒煙弾。やばいカード入ってんな。やばいぞ。なんかまともなデッキではねえことだけ分かったわ。ライトルドドミニオンキュリオスからのキツネビユララと、で、ベルテアナコンダ。何ベルテアナコンダ。で、2000ライフ支払っていく。レッドアイズフュージョン。はい。レッドアイズフュージョンで、流星竜、メテオブラックドラゴン、融合召喚。キモいい。やべえ、死にそう。まあ、俺、このターンで死にます。ちょっと、やばいかもしれないです、普通に。黒煙弾、3500万。やばい、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 勘弁してくれ。待ってくれ。トランザクションロールバック。なにこれ。え？トラップ？トラック？あ、やばい。レッドアイズもあんの、これ。やばい。あクソデッキやっけ。だこのデッキ。嘘でしょ。